映像と音声ライブでお送りしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。後日 YouTube にてその映像をご覧いただくこともできます。この番組はフリースクール学び場沖縄、就活コーチ高エス康志、ザ・電撃パンクゾンビーズゴヤッチの提供でお送りいたします。ハイタイ、9月24日土曜日、本音ラジオ本日も始まりました。はい、拍手でお願いします。はい、本日のパーソナリティを務めさせていただきます、沖縄と世界を結ぶエンターテイナーさっちゃんです。よろしくお願いしまー。そしてミキサーを務めさせていただきます。はい、FM ギノワンスタッフの山崎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんと今日はですね、はい、ゲストもなしで、あとスポンサーさんもなし、私一人でちょっと心で行こうと思うので、はい、今日はですね、がっつりリスナーさんと一緒に、はい、会話もできると思いますので、また一味違う本音ラジオを楽しんでいけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。早速、かわいいゆきりんさん、チャラい AKB オッパンさん、いつもありがとうございます。イエーイ。今日はですね、結構マイペースにいきたいと思いますので、全然リスナーの皆さんもマイペースに返信してくれたら嬉しいです。はい、早速ですが、現在放送されている本音ラジオ、なんとサイマル放送もやってるんですよね。そうです、サイマル放送もやってます。はい、リッスンラジオっていうキーワードで、あ、違います、それ新しいアプリが、何ですかこれ、導入されて、はい、リスンラジオって言って、リッスンラジオって言って、はい、無料アプリなんですよ。あ、アプリの名前なんですね。はい。これで無料なんですか。これ無料でスマートフォンに入れてもらえれば。デージ上等じゃないですか。で、これでリッスンラジオって歌ったら出てくる感じですかね。そうですね、アプリで検索してもらえばすぐ出るので、うんうん、ぜひぜひ入れてください。で、このリッスンラジオってキーワードを打って、で、FM ギノワン、そうですね、そのいろんな放送局が出るんですけども、はい、その九州沖縄地方のところを開いていただいて、うんうん、で FM ギノワンがありますので、そこをクリックしていただくだけですぐ聞くことができます。え、がっつりしたアプリですねがっつりアプリです、じゃあ今回、最近ですかね、 FM ギノワンさんがリスンラジオっていうアプリに追加されたっていうことですかね。そういうことです。祝 FM ギノワンさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、チャラ AKB ファンさんもぜひ拍手してくださいよ。なんですけども、はい、FM ギノワンを選んで、リスンラジオのアプリで探してもらって聞いてください。そしてですね、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけるという形でよろしかったでしょうか。はい、その通りです。じゃあこの音楽の間でユンタクしているこの会話とかも全部あれですか、流れてるんですか。いや、そちらの方はツイキャスとユーストリームでその音楽流れてる時のオフトークは入ってますけども、そのリスンラジオにはその放送で流れてる方の音楽が聞くことができます。あー、そうなんですね。はい、はい、なるほど。じゃあぜひツイキャスはやっぱり一番貴重ですね。そうですね。なぜかって、もうコメントがすぐできる、コメントがすぐできる、そうですね。そして音楽流れてる間の通常聞こえない会話もですね、全部返せれるん で、 そうです、ね、全部 聞けるんですよね。全部聞きます。意外に本音ラジオの皆さん、この音楽流れてる間にいいこと言ったり結構ね、ガチなトークしてくれてるんで、確かにツイキャスで聞ける人はぜひ聞いてほしいですね。はい、はい、まあいろんなメディアの選択があるんですけど、またお好きな方でお楽しみください。そしてスマホでお聞きの場合は無料アプリ、こちらもさっきの宣伝ですね。はい、スマホの方でもリスンラジオアプリで撮れるってことですよね。そうですね、うんうん、じゃあ全国のラジオ局からまた全国の方々がアプリを通して
本音ラジオも聞ける、そういうことです。そして FM ギノアンさんのラジオも聞ける、聞けると。なんと便利な夜中になりましたか。はい、はい、じゃあ今日はもうちょっとリスンラジオの デビュー戦という形で、はい、ちょっと頑張っていきます。はい、早速ですね、今日のタイトルコールしていきます。いいですか、エコーの方。はい、はい、今日のテーマは沖縄。はい、私ですね、本音ラジオ多分次で1周年ですよね。うん、10月4日ぐらいから多分デビューだったんですけど、はい、今日がまあ1周年迎える前の最後の、はい、はい、回ということで、私あえて一人でちょっと挑戦してみたいなと思って、今日誰も呼ばなかったんですよ。おお、はい、結構ゲストさんが濃くて今まで。そうですね、はい、ちょっとやっぱりゲストさんが素晴らしいので、ちょっとそこを引き出したいという気持ちがあって、うんうん、いつもやりたいことがちょっとまた遠慮してたんですけど、でもある時ですね、スポンサーさん、はい、たちがね、好きなことやっていいよということであったので、ありがとうございます。ハイサイお初です、ルドルフ2006でし、リスちゃんラジオ。あー惜しいです、ちょっと違いますね。今日はですね、こんなね、可愛いボケ方も全部拾うので、もうぜひぜひありがたいです、ありがとうございます。リスちゃんラジオではありません、リッスンラジオですね。はい、多分リスちゃん好きなんでしょうね。そうですね、うん、なんですけども、はい、何から話してましたっけ。猿でした、違いますよね。猿、動物の話じゃなかったですよね。ですね、さっきまで話してたのはそのスポンサーさんに、あ、そうか、そうか、そうか、やっていいよって言われて。大丈夫です、大丈夫です。そうそうそう、あ、エコゼルさんも来ました。もうリスナーさん今日絡みますね、多いですね。一人も楽しいもんですね。まだ始まったばかりなんですけど、エコゼルさんもコメントください。何から話しましたっけ。スポンサーさんにその自由にやっていいよってこう後押しされたっていう話で止まってます。あ、ですか、まさにこの通りですね。すいません、何回もボケて。いえいえ大丈夫です。あ、本当にすいません。今日はボケてですね、突っ込んでいきたいと思いますので、また新感覚の本音ラジオでやらせてください、はい、いいですか皆様、リスナーさんいいと思って多分大きい声言ってくれてるんで、はい、はい、でですね、今回テーマが沖縄っていうことで、うん、皆さんにお願いがあります、リスナーさん。はい、そのお願いというと、テーマが今日沖縄なので、沖縄に関すること、文化、音楽、あるいはですね、沖縄あるある、本土の県外の方が、あ、沖縄のイメージこうだなとか、あとは沖縄に一回旅行行って意外にこういうことがあるんだ、ギャップがあるわみたいなね、多分あると思うんですけど、はい、そうですね、ちょうど県外の方ですよね、出身県外ですね、ですよね、はいはい、そういうのも含め、ぜひ、うん、沖縄に関していろんな角度からトークしていきたいなと思ってます。はい、なのでメッセージリクエスト、そしてテレパシー、すべて受け止まってるので、ぜひぜひお待ちしています。あと何がありました。メール、はい、ツイキャスコメント、わおですね、やっぱり。あとテレパシーありがとうございます。これまたね、ラジオを超えた交流となっていますので、ぜひ皆さんテレパシー送ってですね、メッセージもね、うん、本当もうずっと記録に残るので、そうですね、はい、ぜひぜひ待ってます、よろしくお願いします。そしてですね、今日の曲バックミュージックも含め全部沖縄関連の曲を用意しています、うん、はい、なのでリクエストでもいいので、皆さんがちょっと沖縄っぽい音楽、あるいは連想する音楽、ぜひぜひリクエストしてくれたら流していきますので、ゆたしくうにげーさびら、はい、なんですけども、あ、意外にですね、私が予定していたよりも、はい、結構喋れてますね。あ、いいですね。これは全部リスナーさんのおかげです。はいですね、早速ですね、うん、ここで、はい、皆さんにテーマ沖縄のコメントを募集している間、あと1曲目
はい、行きましょうか。よろしいでしょうか。大丈夫ですよ。はい、もう夏も終わりますので、うん、もう夏が終わる前にこの曲いきましょう、はい、オレンジレンジでロコローション。はい、たーい、沖縄ラジオ in 本音ラジオ始まってますありがとうございます。イエーイ。はーい、今日ですね、本当に本当にありがとうございます。なんとあのリスナーさんのコメントがもういっぱいいただいてます。これぶっちゃけゲストさんとかスポンサーさんいた時より多い気がするんですけど恐縮です。はい、全部拾っていきます。やばい、なんだこれ、イエーイってきたシーカールさん、超ありがとうございます。ありがとうございます。コンサドーレ札幌大好き、大阪からルドルスター、大阪、私大正区にエイサー行ってきましたよ。大正区でエイサーして、チョンダラって沖縄のまあなんか幽霊と酔っ払いの間みたいな人もいるんですけどそういう感じであの化けて盛り上げていきました。はい、あとは全部拾いますのでね。キキマルさん、キキマルさん、アイコンが猫ちゃんの、はい、リスナーさんありがとうございます。本土と同じって言うと気を悪くする人もいるし、本土と違うって言っても気を悪くした人もいるので難しい話題かな。え、これ本当にわかります、伝わります。あー、確かに、どう答えますかねこれ。昨日思ったのが、はい、泣いちゃう
泣いちゃって何ねみたいなこと言われて、あの差別用語かなとちょっと私あの気使って県外の方とか やっぱり泣いちゃっていう言葉をちょっと意識したんですね、うんうん、なんか、結構人によってねこだわりがある方も多いので、あとあの同じようにキキマルさんが言うように本土となんかね同じっていうと気を悪くする人もいるし、これ難しいんですよね。確かに、うん、どうなんですか実際県外の方じゃないですか。はいはい、なんかギャップみたいなありました？沖縄とその自分のところのギャップってことですか。はい、ちなみにどちら出身でしたか。新潟です。あらー、メンソーレですね、統一ですね。どうでした。いやでも自分ないです。まあ結構いろいろありますね、やっぱり、まあ、電車がないとか、うん、まあ、海が青いとか、はいはいはい、あとはまあ原付が結構付き勝って運転するとか。なるほど。本当いろいろあります。それもそうなんですけど、はい、あの言葉の、うん、言葉のこのギャップとかありますか。あ、言葉のギャップ、うん、例えば、うん、はい、多分よくあるのが沖縄の人ってやっぱり仲がいいので、なんか地元意識が強いので、うん、ちょっと気まずい時あります。それはない。気まずい時はないですけど、うんうん、なんかその独特のノリ、うん、みたいなありますね、沖縄の。ありますか。あります。なるほど。こればっかりはね、こればっかりは変えれない。はい、だってあのお酒とかの場で打ち合わせなしで勝ち足するの沖縄的ですよね。ね、沖縄だけだと思うので、まあ、独特ですよね。なんとなくでこう、うんうん、勝ち足の時踊るしかないですからね自分は、うんうん、確かに。はい、ありがとうございます。コメント、コンサドーレさん札幌らしいですよ。すごいですね。コンサドーレって何ですか。サッカーチームです。あ、サッカーチーム。サッカーチームです。恐縮です。サッカーチームか。今沖縄もバスケで暑いのでね。バスケですね今は。キングスさんでね。いや、教えてほしいな、はい、コンサドーレ札幌さん。ちなみに新潟ですよね。はい、新潟でした。なんかチームありました。バスケですか。はい、アルベ新潟バスケ。もうサッカーサッカーはアルビレックス新潟です。アルビレックス。本当ですか。一応 J1 ですけど。一応女子サッカー部だったんですけど私。全然。一応女子チームありますよ。あ、マジですか。あ、勉強不足ですね。する方が好きなんで。あ、なるほどね。あ、サッカー J リーガーの J2 コンサドーレ、ありがとうございます。ちなみに札幌さんは、あ、新潟さんは J1。 J1 ですね。素晴らしいですね。続きましては、沖縄モノレール、テレビゲームで知りました。あ、多分沖縄のモノレール、ん、どういう意味でしょうねこれ。沖縄モノレール、テレビゲーム、ヒカルさん、なんかそういう電車のゲームとかで知ったとか、そういうことですかね。あ、電車配合的な。電車配合みたいな。なるほど。ちなみに沖縄のモノレールってどういう名前か分かります。ゆりかもめ。あ、違いますよね。うそー。じゃ方言でつながる、つながりというか、あ、結ぶっていう。ユイレールですか。正解ですね。はー、ユイレールなんですよ。面白いですね。最初電車がない時はもう、うん、ユイレールが開通するときもうワクワクしてたんですけど。何年前ぐらいですか。あれは確かまだ何も考えてないときだったかな。で、私名護市出身なんですけど。あ、名護。はい、あのなんか変な噂があったって、はい、当時あの多分高校ぐらいかな、いやまだあの何も考えてないとき、うん、今も考えてないんですけど、あんまり名護に10年後ユイレール来るってよって。おお、本気で信じて10年経ちました。今まだ那覇で止まってます。那覇ですね。はい、なかなか那覇から出ませんね。ぜひユイレール名護まで来てくださいよ。使う人いますかね。そこどう思います、リスナーさん。あー、確かに。プラスとマイナスがバランス取れるか。でも名護まで行けたらやっぱりあれじゃないですか、うん、あの水族館あるじゃないですか。
そうだね、あ、よくあるがちな白海元部長なんですけどね、はい、うんうんうん、白海でもね、絶対、まあ、うん、あのいい方向に、そうですよね、行ってほしいですよね。渋滞も緩和されますし、やっぱり、うんうん、してね、なんか結構そのユイレリに続いて名護に USJ できるってよとか、あ、沖縄にディズニーできるってよみたいな、なんか噂とね、なんかまた本当なのかみたいな、ちょっと期待してしまい、期待しすぐしちゃいますね、やっぱり、うん、やっぱ無理なんでしょうねという形なんですけど、リスナーさんありがとうございます。野の中の銀の、これなんですか、これ蛍さん、これ蛍って素直に呼んでいいんですか。はい、素直に。あ、じゃあ蛍さんありがとうございます愛称さっちゃん、お名前は池宮城よしみ、誰やねん、わかんないですすいません、さっちゃんはですね、5月生まれのさつきで、上間さつきと申します、うん、はい、ちなみにおこがましいんですけど、元琉球アイドルのリーダーしてました。今はね、性格はちょっと芸人に近いんですけど、元あの琉球アイドルっていう、今ちょっと頑張ってね、活動してくれてる、ちょっとリーダー、アイドルがあるんですけど、はい、昔はいてですね、そこからさっちゃんってつけてくれて、はい、今未だにさっちゃんって呼んでもらってます、ありがとうございます。ひかるさん、コンサドーレ札幌大好き応援隊、11月初めぐらいに沖縄旅行に行くって、11月ってさ、はい、どう思います、どうですかね、なんか遊べます、時期的に海ちょっと冷たいですよね、もう、はい、そうですね冷たいんです、でも飛行機がね、すごい安いですよ、ね、あー、確かにシーズンオフですからね、うん、うんうん、海で泳いで欲しかった、11月は寒いはず確かに、だからひかるさん、美味しい居酒屋とかさ、沖縄料理調べて、あとは伝統芸能とか楽しんでもらって、うんうん、結構人気なのが琉装をする、あ、琉球の、昔の琉球王朝の格好をして写真撮ったり、マリンスポーツは多分寒いんで、できないですね、寒いですね、はい、という形でどんどんリスナーさんのメッセージ拾っちゃいます。ここで一曲いきましょう、はい、よろしいでしょうか、はい、モンゴル800で Don't Worry。
ようです。はい、たーい本音ラジオ、今日のテーマはエコーお願いします。沖縄今日はやりたいこといっぱいありますねはい、今日はですねテーマ沖縄ということで、ま、芸能ですね、伝統芸能の反面、また皆さんのコメントを拾ってですね、はい、沖縄のことをいろんな方面から一緒に語っていけたら嬉しいです。かたやびら、はい、なんですけど、本日リスナーさん、野の中の銀のホタルさん、ありがとうございます。なんだこれ、あー、タマミヤのクリームランド美味しいよね。これですね、多分野の中の銀のホタルさん、山宮ですよね。やっぱりなゴンチュだ、わざとひっくり返したら見たらバレた、あーボケたんですね、やっぱり引っ掛けだったんですね。はい、あ、ちょうどよかった、野の中の銀のホタルさん、うんうん、私実は実家が蕎麦屋でして、その玉宮じゃなくて山宮だ、山宮さんの近くに赤インクっていう蕎麦屋があるんですよ。こちら私たち両親が20年蕎麦屋してるので、沖縄蕎麦の方なんですけど近いんですよ。でこっちがですね、はい、すごい結構名護の方にちょっといろいろ食べてもらってるので、はい、このね詳しい話はまた後でするんですけど、うん、じゃあまたお楽しみください。はい、ひかるさんありがとうございます。ラジオとツイキャスがつながるの素敵ですね、初めて聞いた時から好きになりました、ありがとうございます。そうですよね、 FM ギノワの強み、もう本当その通りですね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。普通はねツイキャスがないんでしたっけ。ツイキャスがあんまりないですね。うんうんうん、いやこれをですねぜひぜひ活用してほしいです。さて続きまして、私ちょっとコーナー作ってきました、よろしいでしょうか。はい、本音ラジオ初の試みなんですけど、さっちゃんのうちなわクイズありがとうございます、一緒に参加してくださいね。全然大丈夫です。はい、リスナーさん、クイズに参加し一緒にしてもらったらですね、なんと私のお店の赤インクそば、ちょっとしたサービス提供させていただきます。ぜひぜひ、はい、車の運転しながら聞きながら、そして作業中の間でも耳を傾けていただけたらありがたいです、よろしいでしょうか。はい、なんかクイズみたいな、じゃじゃんみたいなのあるんですか。じゃじゃんなんか音響みたいなのちょっと挑戦していきましょう。じゃあちょっと探してくださいね、はい、はい、ちょっと時間ももったいないんで皆さんと交流できるの、はい、さっちゃんの沖縄クイズいきますよ。第1問、皆さん準備いいですか、聞いてます、はい、ありがとうございます。第1問、沖縄の年間降水量は全国で何位でしょうか。A 23位、 B 47位、 C 1位。降水量、はい、沖縄は何位か、何位だと思います。この A 確か1位が茨城とかだったような気するんですよ、うん、茨城ね、はい、うんうん、ちなみに私こちら総務省の統計局からまあちょっと遠いんですけど、はい、社会生活統計指標っていうのをちょっと元にしてます。違いますね。あ、違うんですか。はい、今違いますね。多分 A、 エコダイルさん A って A って何だったっけ、 A って何だったっけ、23位かな。大塚健二さん、埼玉新座市からツイキャスで見てます、ありがとうございます。デイジ沖縄があるでしょう、はい、ぜひぜひ見てください、ありがとうございます。はい、47位、結構多いですね、やっぱ1位のイメージないのかな、うん、沖縄は晴れてるっていうからね。音見つかりましたか。あ、ちょっと待ってください、ね、なかったらいいんですけど、ね、はい、じゃんじゃん進めていきましょう。4位、やっぱり野の中の銀のホタルさんちょっとボケますね、4位って言ってないですね
はい、もう一度言います。沖縄の年間降水量は全国で何位でしょうか。 A23 位、 B47 位、 C1 位。正解は1位、 C の1位です。びっくり、1なんですね。びっくりですよね。沖縄のイメージ何でしょうか。海、青い空、青い空、セクシーな水着の姉さん、はい、そして太陽って感じしません。そうですね、さんさんと輝く太陽。うん、キキマルさん、台風ばっかり。確かに、あ、最近台風に嫌われてますけどね。なかなか来ないですね。めっちゃ避けますよね。何なんだみたいな。平一、ありがとうございます。ちなみにこちらですね、あのまた年によって変動あるんですけど、結構沖縄クイズで使われてるんですけど、ちょっと遠い平成19年の統計なんですけど、うん、結構沖縄はやっぱ上位に入ってるそうなんですよ。はい、なので沖縄は意外に雨が多いんですよ。うん、東京都より多いんですよ、これ結構。はい、なので、あの観光で雨降った場合とか、あ、青い海もったいな、雨でもったいないって言った時は、そこはもうちょっと切り替えて、うんうん、本部町の美ら海水族館、また室内で楽しめる、うんうん、そうですね、うん、ところでぜひぜひ工夫して行ってけたら行ってほしいですね。ちなみに少ないのはどこですか。あ、これちなみに少ないのは、うーん、降水量が少ないの、なるほど、47、これ調べましたよ私の。ちょ、教員免許取ってるんで、社会の、岡山県の、岡山県なんですよ47位。へー、1位、一番晴れてる岡山県、うん、774ミリ降水量、ミリ降水量。沖縄が2817。そんなに差が。岡山774。ちなみに東京オリンピック、うん、の開催地である東京都1332、沖縄2817、倍以上。おお、そうなんです。ケンジさん、岡山県本当に桃太郎ですね。うん、これはちょっとね、個人的な意見なんですけどね、はい、やっぱ晴れた時にね、桃太郎さん、冒険してるんでしょうね、うん、はい、続き、今みたいな感じでいいですかね、リスナーさん。クイズ結構面白いんですよ、沖縄の話したら。続きましてはどうしようかな、漢字クイズでいこうかな。でもな、ボードあります。あ、ボードあります。じゃあ後でやりましょうかね、ちょっと書きましょうね。はい、ちなみに、はい、じゃあ続きましてエコーいいですか。はい、さっちゃんの沖縄クイズ第2番。はい、第2問いきますよ。沖縄の県歌は次のうちどれでしょう。 A ハイビスカス、 B レイゴ、 C ブーゲンビリア。 A ハイビスカス、 B レイゴ、 C ブーゲンビリア。どうですか、ハイビスカス、レイゴ、ブーゲンビリア。赤花、レイゴ。だからキキバルさん、赤花って言ってないよ。野の中の技能だろ、デイゴ。ほんとボケますね皆さん。デイコって何ですか。デイコ、わかんないですね。ちなみに何だと思います。これブーゲンビリアじゃないですかね。さすがですね。なんで思ったんですか、名前が長いから。いや、これ三重のカードがブーゲンビリアなんですよね。すごいですね、毎日隅々まで興味を持ってね、やっぱアンテナ張ってるだけある、はい、ケンジさん、ハイビスカス。まだ正解者いないですよ。でもね、3円説明してもらっていいですか。3円、沖縄県で一番多いスーパー、うん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 、っていうことです。それのポイントカードに、その何でしたっけ、うんうん、ブーゲンビリアがついてる、ついてる、うん、なるほど。あ、でも結構皆さんやってくれてますね、答えてくれてます。エコサルさん、デイゴでしょ。沖縄のキキマルさん、それはさつきさん、ありがとうございます。なんか今なんか音響入れたかったな。いいですよ、はい。エコザイルさん、デイゴでしょ。キキマルさんが
さつきっていう花で、で、正解いっちゃいましょうか。はい、はい、正解は沖縄の県歌、なんとデイゴでーす。はい、デイゴ、デイゴはマメ科の落葉、落葉高木です。インドやマレー半島が原産で、日本では沖縄県が一番北限、北の、はい、一番の限界、この咲いてる一番北で咲いているとされてます。春から初夏にかけて咲く赤い花が有名、毎年満開となるとの保証はないそうだが、沖縄県の県歌でもあると県歌なんですよね。すごい、ありがとうございます。野の中の銀の渡るさん、県旗は琉球松。おすごいですね、ありがとうございます。琉球松ね、結構ね、傷んでる時もあるんですけどね。あ、はい、あれもね、ちょっと切なくなりますね。でもあれもちゃんとした元気なんでね。はい、よろしくお願いいたします。さて、皆さんがいろいろ答えてくれたおかげでですね、さっちゃんもすごく楽しんでラジオさせていただきます。まあ、あっという間なんで、うん、ここでまた2曲目いっていきましょう、はい、よろしいでしょうか。はい、3曲目ですね。あ、3曲目ですか。どうしようかな。あ、じゃあここで入れましょう。はい、はい、リクエストでもありました、うん、はい、エコザイル海の声、エコザイルさんのエコザイルでエグザイルで海の声みたいな、違いますね。エコザイルさんのリクエストで聞いてください、海の声。はい、ありがとうございます。エコザイルさんのリクエストで海の声でした。これやっぱり人気ですね。いやー、いいですね。はい、私ですね、花火大会に結構参加させていただくんですけど、結構花火の時に、花火が打ち上がる時にこちらの海の声、うん、一緒に合わせて打ち上げるんですよ。夜の花火にこういったシーンとした三線の音色と桐谷健太さんの、はい、リュウシ歌声でですね、結構マッチして、結構皆さん癒されてますねですありがとうございます。エコザイルさん、どんどん皆さんもリクエストよろしくお願いします。はい、今日のテーマはエコでお願いします、はい、沖縄うちなですね。はい、どしどし沖縄についてあるある、こんなイメージあるからね、
こういうこと戸惑った、こういうことがわからないとか質問があればぜひよろしくお願いします。はい、あとはこれからまた沖縄旅行に行く予定のある方、どこがいいとか、はい、できる範囲であればアドバイスしていきたいので、どしどしメッセージ待ってます。はい、大塚健二さん、沖縄だからよの使い方が分かりません。あー、確かに県外の方からちょっと交えて、いやでもなんか、うん、だからよ喋ってんのいいなって思います。憧れです、ちょっと。だから大阪弁で言うなんでやねんみたいな、そういう感じで超会話が楽しくなる必須の方言みたいな感じですね。そうですね、あーなるほど。ちょっと私深く考えたことがあるんですけど、このだからよっていうのは、はい、結構人ってなんか会話してると聞いてほしい時だけってありますよね。あー、なんか解決策とかじゃなくて悩みとか、ちょっと愚痴的なこともあったり、いろいろ聞いてみたいな、そういう時にだからよって多分同感、相槌だと思うんですね。はいはい、同感って大事じゃないですか、人って。まあ確かに人にこう納得してもらえるっていう共感得られるのは気持ちいいですね、うん、気持ちいい。そうですね、共感、はい、これでちょっとこの言葉私も好きですね。でも保険外の方からだからよだと多分接続語に聞こえるのかな、だからさみたいな、だからさ、あー、だからさ、あー確かに。私もちょっといろいろ勘違いされたこともあったので、このだからさとかだからよって言った後やっぱ県外の方待ってるんですよ。あ、その後、それで私はなんとかでした、それでみたいな感じじゃないですか。そう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 。でもこちら沖縄のことで言えたらね、沖縄の人はちょっと共感という意味で使ってます。はいはい、じゃあどんどん行きましょうか、はい、じゃあエコーお願いします。さっちゃんの沖縄クイズ第3問目。はい、今日はですね、私もやりたいことに挑戦させていただいてます。皆さんが飽きないようにちょっとまたクイズ趣里の方変えさせていただきます。今度は漢字クイズ。はい、漢字クイズなんですけども、沖縄といえばもう地元のこの名前、地名ですね、うん、地名、名字、難しくないですか。難しい全く分からなかったですそうですよね一番衝撃だったの何ですか。なんだろう、うんうん、一番コチンダとか。あー、コチンダね、読めないっすね。なるほど。今日はですね、沖縄の人でもちょっとこれ読めなくないみたいな、はい、用意してきました。はい、ぜひ皆さんが覚えてですね、また友達にこれ答えれるんだぜみたいな、ちょっとドヤ顔でもいいので、うん、勉強になったらいいと思います。それでは第3問、こちら見えますか。ツイキャスしか見えないのかな、これ。いやでもどっちも見えてます。はい、ですね、ちょっとエコザイルさん、エコザイルさん、これちょっと空気読んで答えないでください。エコザイルさん、県外の方に今見せてるんですけど、漢字、頭から東平、平は東平、安いの安、名前の名、先、東に平たいの平、安いの安、名前の名、先はなんだこれ、先浜の先はい、先浜の先、はい、これでなんて読む、なんて読みます、なんでしょうこれ。私も実はさっきまで読みませんでした。これエコザイルさんがもう これどうなんですかね、どっちなんですかね。もうエコザイルさんが言ってくれてるんでもうありがとうございますはい、進撃のめいちゃんさんを、エコザイルさん大きな拍手、正解です。お、ありがとうございます、はい、もっとやってもらっていいですか東、あ、もう一回ちょっとずれてたんで、もう一回、進撃のめいちゃんとエコザイルさん大正解、はい、東平安な先で東辺な先、へえ、はい、こちらの土地名ですね、なんと宮古島にある岬。おー、じゃあもうエコザイルさんの出身地。あ、だから知ってるんですね、はい、はい、素晴らしい。エコザイルさん、どこに何があるかも分かってる。
鉄砲よりが奥先、海を一望できる観光名所、灯台に登ると周囲320度の丸い水平線を鑑賞できる、こちら観光スポットとなっております。お東縁の崎、はい、ありがとうございます。はい、時間がないので、どんどん行きましょう。いいですか、これどうしようかな、これあと1個漢字の問題いっちゃっていいかな、はい、うんうん、最近あの県外の方に教えた難易度レベル8ぐらい。おお、レベル8、うん、いきましょうね。3文字で、はい、3文字、漢字が3文字なんですけど、はい、読み方が2文字なんですよ。あー、なるほど、どっちの読み方をするか、うん、さてこちら第4問、こちらの漢字の読み方を答えよ。左から保険の保、待ってよ待ってよ、皆さん分かる人ちょっと待ってよ、ブラインゲットしないでね。栄の栄、これ何だろう、茂、草冠に何の偽物みたいな、はい、茂です ね, ですね。字の綺麗さ、読みやすさに驚く、ありがとうございます。はい、一時期教員も目指したんでね、はい、字の練習はしました、皆さんに分かりやすく。保険の方に栄の栄に茂、分かります、これどっかで見た時あるんですよ、これ多分ね難しいよ、でもね分かる人はちょっと空気読んでね番組的にちょっと一回エコザイルさん、ちょっとあのちょっと待ってくださいね、エコザイルさんは口にチャックと、うん、エコザイルさんはねいい意味でね分かってるからね。めいちゃん、お、あ、じゃあどんどん皆さん思うこと言ってください。はい、こちら保つ英氏、人名ですか、残念、大塚健二さん残念です。野の中の銀の蛍さん、普通列車吠えとも言う、なんともいかにも当たってる手で言ってるんですけど残念。じゃあなんだと思いますか、ぴょん、あー、ほえじ残念はい、正解は進撃のめいちゃんさんが答えてくれた瓶です。はい、こちら瓶なんですよありえないですよね3文字で、うんうん、その二言で終わるっていうことですね。はい、許してください、もうなんか答えれないよね。そうですね、瓶、はい、ちなみに、うん、はい、こちらはですね、あの富城の方にありますね、この地域は。はい、こちら結構あの iPhone とか今持ってる方います？こちらあの iPhone とかパソコンでも瓶って言ったら出てくるんですよ、はい、へーぜひぜひ調べてください。はい、以上が沖縄の読み方クイズ、方言クイズでした、ありがとうございます。はい、皆さんすごい楽しんで、私もクイズさせていただきました。ここで、はい、1曲2曲続けていきます。あ、わかりました。はい、はい、聞いてください、スピードのボディソウル。
はい、始まりました。そして始まりじゃなくてもう終わっちゃいます。ホネラジオ、今日はさっちゃん一人の出演です。ありがとうございます。今日はですね、いろんなことを挑戦させていただいてます。はい、なんですけど、私はですね、一応メインを三振のステージで立たせていただいて、それ以上それを軸にMC とラジオ、あれ自分ができることと、あとまた沖縄に役立つこと、ボランティアなりいろいろちょっと貢献活動させていただいてます。今日はですね、はい、先月に国立劇場沖縄で弾かせていただきました歩む歌の道、ちょっとソロですごい緊張したんですけど、この曲をちょっと持ち歌にしてですね、はい、皆さんにこの沖縄の三線の良さを少しでもね伝えていただけたらと思ってます。聴いてください、歩む歌の道。ありがとうございました。なんと今日は1番しか歌えなかったはい、ありがとうございます。本当楽しかったんでね、あと1分しかないですよね。そうですね、あと40秒ぐらいですね。はい、皆さん今日初めてのさっちゃんの一人ラジオ楽しんでいただけたでしょうか。これが少しでもちょっと楽しんでいただければですね、また時間作ってですね、うん、はい、三振も披露させていただいたり、あとリクエストあればまた今日でコメントいただいて来週で聞いていきますのでよろしくお願いします。そして私の実家沖縄そばや赤インコのほどもよろしくお願いいたします。はい、今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。沖縄と世界を結ぶエンターテイナーさっちゃんでした。またね、2Pay デビュー。